はい、どうも、おかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、ということで、20日目の、20日目の朝になりました。はい、パーソナリティモッドの方をまたやっていきたいと思うんですけども、前回、職業訓練の方ですね、ずっと進めまして、なんだっけ、近接武器か。近接武器のクエストが終わったとこかな。これね、近接武器職人が終わって、この火炎スタンバトンっていうのを、もらいましたけど、もらったんだっけ、作ったんだっけ、うん、で、あとね、あとこんだけまだ残ってるんですよ。で、できそうなのが、まずこれね、オーガを収集する。オーガ作れるんで、ちょっと作ってみましょうか。ね、前々回ぐらいにね、オーガのスキマティックを読んだので、オーガ、作れるでしょ。あ、ほらね、作れるよね。何で作るのこれ。自転車ハンドルバーか。ないかもしれないな。自転車ハンドルバーはないな。自転車のフレームならあるけどね。あ、そうか。オーガってあんまし私使わないんでね。自転車、ハンドルバー、これ何がいるの？ダクトテープ、あ、鉄パイプで作るんだ。なるほど。はい。そこじゃないな。鉄パイプ、革、バネ、あとなんだっけ？ダクトテープだっけ？違う。あ、機械部品か。機械部品。こんな感じ？こんな感じだ。24秒。ちょっとこれ、弾薬はまだ弾薬作ってるんだけどね。しつこくね。もうそんなにいらないんだけど、もうしつこく作っております。はい。で、これでハンドルバーをとりあえず作って、で、その後は何？オーガ。オーガで何やれっていうのかな？穴掘ってこいって言われるのかな？エンジン、炭鉱、動力ツールバー、動力ツールバー。ツールバーじゃない、ツールパーツ。これか。めっちゃいっぱいあるわ。めちゃめちゃいっぱいある。で、エンジンがいるでしょ？エンジン、そこじゃないな。炭鉱、そんな感じ？そんな感じ。あ、作れるね。品質5だ。じゃあ、じゃあ作りましょう。2分。ちょっとこれはまた。もういや作んなくていいんじゃないかっていう気もするけどね。うん、こういう AP だ、AP だ、6かかってんのか。ハイパーワーダンか。ああ、なるほどね。ハイパーワーダンはちょっとまあいらないな。AP 弾ならちょっと欲しいかなという気はしますけどね。あと、そう、クロスボウも多分作れるようになったんだよね。3連クロスボウだっけ。3連、ないわ。あれあれあか、連射式クロスボウか。3連じゃないのか。連射式クロスボウも作れるようになったの、そういえば。これは、クラフトするだっけ？オーガは収集するなんだよね。クロスボウは、クラフトするか、見てなきゃいけないのか。まあ、とりあえずオーガを、やるかな。うん。オーガやりましょうか。クロスボウもね、静かにスニークで、ね、静かに倒すのにはいいんだけどね。連射式だから何連射できるんだろうね。それちょっと興味あるけどね。何発出るんだろうっていう興味は非常にあるけどね。まあ、オーガ、ちょっとね、次、明日フェラルフォードじゃないですか。21日目でね。で、フェラルフォードの、のための拠点を今ちょこちょこ作ってまして。で、それにね、ちょっとオーガを使いたいんだよね。穴掘りたいんだよね。なので今日はこのオーガをぜひとも作りたい。オーガで何やれって言われるのかちょっと気になるけどね。何をやらされるんだろうが。オーガを材料にして何か作れって言われるかもしれないけどね。ね、なんだっけ、スレッジハンマーみたいにさ。ね、光学スレッジハンマーだっけ、あれ、なんかスレッジハンマーを材料に作ったよね、確かね。なんかそんな感じで。なんだっけ、コメントでさ、ほら、バイオ燃料を使うオーガがすごいですよっていうコメントがあったんで、それぜひ欲しいよね、なんかね。穴掘りがちなんで、オオカミさん。穴掘るの好きなんでね。地下に潜りがちだからね、どちらかというとね。常にね、いろんなところでね。まあ、穴ちょっと掘れるんなら、楽に掘れた方がいいよね。ぜひともそのなんかバイオ燃料で動くオーガ欲しいね。どうなんだろう。めちゃめちゃ掘れる、なんだっけ、ウォーサンズクとかさ、ウォーサンズクだっけ、すんごい速いやつ。ワンパンできるやつ。土ブロックが。ねえ。ああいうのだとほんの速いけどね、マジでね。
はい、そんなこと言ってる間にできました。収集するとき、あ、これだ、掘削機、掘削機の設計図をいただきました。はい、まあ使うでしょこれね、当然ね、使いました。え、どうなの掘削機を収集、あ、掘削機を作るんだ、作りましょうか。ここに出てこないの、掘削機来た。はい、あ、やっぱりオーガがいるんだ自転車ハンドルバーまたいるのエンジンもまたいるの、あ、そうなんだ、自転車ハンドルバー 何で作ったっけ。あ、このまま素でいけんじゃないもん、ハンドルバー、このままいけないの、自転車、あ、いけるじゃん。ちょっと弾薬後にしよう自転車ハンドルバーと、あと何だった、掘削、動力ツールバーはあるでしょ、エンジンか、あと、あー、もう炭鉱が厳しい状態になっていくね、炭鉱厳しいですね。炭鉱作るか、作れるでしょ、作るよ作れるよ、あと100、あ、でもまだあるか、まだあるね、まだあるけど50ぐらい作っとくか、10分で、あ、できました。これも掘削機も収集するなんで、まあ見てなくてもいいっちゅう話だよね。あ、作れないの、何が足りないの、オーガ、あ、動力ツールパーツが足りない動力ツールパーツなんかもう腐るほどある、むしろ腐ってんじゃないかっていうぐらいあるけどね。はい、クラフト2分、なるほどね、これがあれなのかな、これがバイオ、オーガの乗用効果、穴掘りから鉱石集めまで、これ1本稼働に、あ、これがバイオ燃料を使用するやつなんだ。バイオ燃料ってさ、これだっけね、見た目ほとんどわからんけど、ちょっとだけ色が濃いのかな、これ。ちょっとだけ色が濃いかもしれないね。バイオ燃料どうやって作るんだっけ、もう忘れちゃった。バイオ燃料。あ、そうだ、これ、そうだった。どんぐりで作るんだった。どんぐり全部使っちゃったんだっけ？あ、まだあるわ。待って、これでも作れんじゃない？松ぼっくりでも。水がないのか。水があんまりない。汲んでくればいいけど。ちょっと、バイオ燃料。バイオ燃料。6個。バイオ燃料。6個。で、水がなくなったのか。ああ、なるほどね。バイオ燃料2400、4300、あ、まあまあある、どれぐらい持つんだろうねこれね。もっと作りたいね、もっと作りたいってことだね。ちょっと水汲んでこようか。あ、汲まなくてもここにあるから、水お湯にするか。お湯10分ぐらいかかるけどね。で、これ収集したら今度どうなんだろう。あ、でももう8だから終わりか。木こり甲府もう8まで行ってるから多分これで終わりだね。8で終わりじゃない、いつも違ったっけさっきの近接武器も8で終わってたような気がするね、確かね。そうなるとちょっと掘ってみたくなるね、バイオ燃料でね。どんぐらい掘れるもんなのかね、どれぐらい掘れるのか、君の実力を見せてもらおうじゃないか掘削機だからね、振動ものすごいんだろうね。うるさそうだね、でもね、うるさいかもしんないね掘削機ってあのさ、今でもあんのかな、ダダ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 ってやつでしょね、違うのかなあんまり詳しくないけどね、ハンマードリルみたいなやつでしょ、多分違うのかな分からんけどだ、ハンドル2個ついてんだよ、どこ持つんだって、両2人でやるやつなのかな。エンジンも2個ついてるからね、エンジン2個じゃないのか分からんけど、はい、まあそんなこと言ってる間にできます。はい、じゃあできました。あ、なんかピストルもあったよ、スタミナガンだね。何ぞスタミナガンって遠距離ダメージ30、スタミナを消費し弾を打ち出すピストル 9mm の消費剤に代わりにスタミナが85以上ないと使えない。あ、そうなの、すごいね、サイコガンみたいなスタミナガン、おもろいねそれ。遠距離ダメージでも30だから、30だったよね今ね。ああ、
効果範囲に全然止まないけど、これもちょっと打ってみたいね。ちょっとスタミナガン打ってみようぜ。リロードとか関係ないのか。へぇー。ジョークモッドのピューピューガンみたいなやつ、ピューピューってやつみたいなやつ、こいつに打ってみよう。強いやん。悪くない。スタミナ減ったの？減ったかもしんない減らないじゃん。スタミナ減らないよ別に。え、打ちたい放題じゃないのこれ。別に、あ、ちょっとだけ減るか。ちょっとだけ減るかも。じゃあ頭振らないでくる君え、悪くないよこれ。リロードしなくていいし。リロードしなくていいしね、これね。悪くないですよ、これ。悪くないよ。全然飛ばんけど、30メ。でもまあ30メートル飛べばいいか、別に。そんな遠くまで狙わないもんね。品質1固定っていうところがちょっと、あれだね。でもまあ頭に当てれば別に、全然倒せるぞ。ちょっとスコープでもつけてみる。ニスコとかつくのかな。角間が関係ないから、まあニスコぐらいかな。サイレンサーとかつけてもいいけど、これなんだっけ、バレル拡張か。サイレンサーはないんだっけ。ないか、あれ作ってたよ、自分で作ってたもんね。ちょっとスコープつくのかやってみようか。スコープつくんかな。改造する。あ、三つもつくの？まあまあつくじゃん。あ、でも、あ、増えない、別に。遠距離ダメージは変わらずだ。あ、そう？変わらんのや。じゃあもう、こういうラットリムーバーとか、歩行困難とか、遠距離ダメージ変わらないならね、をつけて、あ、変わんないわ。遠距離ダメージ変わらんねや。あ、なるほどね。これの効果はちゃんとあるのかね。へえ、おもろ。もうちょっと打ってみたい。あれ何？犬？イノシシ？おお。ウサギ？まあまあ、ちょっとまあいいか。穴掘ってみよう。掘削機の威力をちょっと試してみたいね。掘削機だから。ちょ、これ壊してみるこういうさ、なんか、まあ普通はあんま壊さないけど、こんなとこね。壊さないんだけど、壊さないところを壊してみるのがいいんじゃない。どれぐらい入んのこれ。あ、大した入らん。あ、強いかもしれない。確かに。あ、待って、強いかもしれん。ゾンビにはあんまり、ゾンビにはあんまり効かないみたい。残念ながら。ゾンビには効かんみたいね。ああ、そう。掘削機、穴掘ってみたいね、ちょっとね。まだいたの、お前。あ、こいつ何？手に当たったのか。リロードつい押しちゃうけど、リロードする必要はないんだね。リロードする必要はなかった。ここに石炭、あ、でも石炭じゃなくて、硝酸が欲しいんだよね、どうせ掘るんならね。硝酸どっかにないかな、硝石。硝石どっかにございませんかね。強いね、これ、意外と。意外と強いね。無益な殺傷を。無益な殺傷してしまう。弾が、なんか、弾がなくなる必要がないと、弾を気にせずに、気にしなくてもいい？リロードしなくていいっていうのはいいよね。でもね、強いよね。待って。別にスタミナなくなるわけじゃないんだ、撃っても。ね、今あんだけ連射したけどさ、別にスタミナ減っていかなかったの、むしろ増えてたね。ああ、なるほどね。まあそんな。ダメージ30だから強くはないんだけど、全然いいでしょ。全然いいよ。倒せるし、普通に。
普通に倒せるし、リロードしなくていいっていうのが便利だね。なんせね、この辺になんか小、これ何、鉛はあんまし必要としてないな、残念ながら。鉛はあんまり必要としてないね。何、それを使用することはできません。何の話何の話、あ、そういうことか。あ、わかった。なるほど。走って、こう走っててスタミナがなくなると撃てなくなるんだ。120ないとダメって出て書いてあったっけ。140、130、120。撃てるじゃん。100ないとだ、あ、80ないとダメなんだっけ。80。これ、あ、これだと撃てなくなるんだ。あ、なるほどね。へぇー。そういうことか。で、回復したらまた撃てるんだ。はぁー。なるほどね。ちなみにここ前、なんかコメントでいただいてた。ここは、周りに、あの、池、なんだっけ、周りに小川があるところですかって書いてあったような気がしたけど、小川ないね。これ前行ったことあるよ、ここ多分。なんだっけ、あれ。バックトゥーオリジンだっけ。これね、入り口見たら多分。入り口サムネにしてたか。ほらほらほら、これ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 。これ行ったことあるよ。サムネにしたような気がする。この入り口を。あ、残念な。よっしゃ、オッケー。一発殴られたよ。あいつにかまけてる間に。なんだよ。小石探してたんだけど、小石ないよね。おい。避けるな。避けるない。ああ、もう探すないんだよね。なんか、なんかの時に、あ、こんなとこにあるじゃんってなるんだけどね。探すとなかなかないんだわ、これ。残念ながら。ねえ。ねえ。手振るの早くない？お前。全然遥か彼方に。遥か後方に、後方前方か。遥か前方にいたのにもう攻撃してたけど、あいつ。またデモリンがいる。オッケー。地面が穴だらけになっちゃうよね。こいつのせいでね。後頭部狙ってくか。あれ？当たんねえの？当たった。すごい遠くから走ったやついる。すごい遠くから。あ、木こり強いね、やっぱね。怖い怖い。殴られる殴られる。木こり強えな。これ鉛か。鉛は別に必要としてないけどね。特にこれといって。よいしょ。ここも鉛だな。鉛が多いね。まあ、鉛掘ってみるか。あ、強っ。ああ、強い強い強い。めっちゃ、あ、めっちゃ強い。金取れないかな、金。うわあ、すごい。うわあ、すごい、早い早い早い。ああ、強烈に早い。何が取れてるのかわかんない。いや、もう、鉄だ、ここ。何？誰か叩いてるけど、あ、あの声はデモリッシャーじゃないのか？悪いけど600発出るから、ね、うん、600出るから、僕の銃悪いけどそう簡単にはやらせないよ。くっさくき、くっさが流れた。くっさくき、くっさくの威力思い知れと思ったけど、出れないよね、これね。掘削するのはいいけどね。出たいね、ちょっとね。外出たい。外に出たい。
ああ、お前来たのあ、なんかいっぱい人来たんだけど貞子いたの？貞子でもいた？なんかめっちゃ人来たんだけどまたデモにいるのか。またデモに来た。挟まれる。挟まれたくないな。ここで爆発されたら詰むんだ。死んだか。オッケー。爆破されたら詰むよね。また、木こりか。この声は。ちょっと出たいんだけど。で、サラリーマン。リーマンか。これがなかったら出れんじゃない。あ、出れた出れた。あー。なるほどね。何個取った？一瞬にして。あ、金1個取った。あれ？金欲しいね。金取ろうか。あと、もう1個じゃない。あと1個あればいいんじゃない？金、多分。10個集めればいいんだけど。今9個だね。適当に掘ったら。掘ったら取れないから。痛い。崩落しとるから。崩落、あ、銀か。銀じゃなくて金が欲しいんだが。やっぱり普通のさ、何もないところを掘ってても取れないね。こういう鉱脈掘ってるとさ、金とか銀とか取れるけど、銀塊だ。銀塊。邪魔すんじゃねえ。なんだよ。邪魔すんじゃねえよ。1回が1個欲しいな。1個でいいんだけどな。どこにいんの？あ、そうか。やたら集まってくるな、人。やたら集まってくるな、人。あ、2個取れてるじゃん。いつの間に取れるのか分かんないね、本当にね。見ててもわからんのに取ったのか。なんか、あ、待って、賞賛あった。賞賛欲しい。賞賛はめちゃめちゃ欲しいんだ。あれ？どこ？もうなくなったじゃん。一瞬でなくなった。一瞬で枯渇した。マジか。あ、ある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 。あるあるわ。あるわ。上か。え？この辺だ。どこ？賞賛欲しかった。え、あ、一瞬でなくなったね。もうなくなっちゃった。あ、もうないわ。瞬殺だった。何個取ったの？何個も取れてない。どこどこ。4000。まあいいか。とりあえず帰ろう。金塊が10個集まったんで、どっから出るんだ。金塊10個集まったから、商人のクエストが終わるかもしれない。ねえ。終わるかもしれないじゃなくて、多分終わる。生きてんの、お前。生きてんのか。よし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 。この銃はでも、いいね、これ。弾いらないから弾いらない。まあ弾余ってるけどね、別に。弾ないの？弾余ってますけどね。よっしゃ、帰ってきました。じゃじゃん。これで商人、次なんだろう、ダイヤ集めろとか言われそうな気がするけどね。ここにね、8個あるでしょ。あ、ほら、8個ある。あ、3個取ってるから、これで11だ。チャレンジ、商人3、まだ3だからね。ダイヤモンドを10個集めるだって。ダイヤモンド1個も拾ったことないんだけど。マジ？それはちょっときついね。ダイヤモンドはね、ダイヤモンド10個集めるのはちょっときついもんがあるな。まあいいか。まあそのうち集まるじゃん。あれを、なんだっけ、宝の地図とかやったら集まるかもね。ほっとしたらね。鉛いらないのにいっぱい拾っちゃったし。
いらないわけじゃないけど、いらないわけではないけど、そこまで必要としてないのにたくさん拾ってしまった。まあおかげで金が取れたから、まあよしとするかね。4800、まあもうちょっとガンパウダーがこれで作れるね。うん、そして相変わらず石またいっぱい溜まってしまったな。こんだけか。うん、ということで、じゃあ今何時、9時か。まだちょっとペラルフォードまではまだまだ時間があるんで、あと残ってんのが整備士か。整備士は4倍フォトラックか。トラックは多分作れるんだよね。トラック多分普通に作れると思う。トラックが行って多分ジャイロも作れってなるでしょ、多分。これはいっぱい作んなきゃいけないね。あ、そうだね。これをいっぱい作んなきゃいけないわ。これも。これ300ぐらい。60分かかんのか。まあ、その辺はタイトル画面で待ってれば別に時計進めずにいけるけど、あとなんだろう。あ、ドローンか。ドローンね。ドローンはでもスキルを上げてクエストクリアすれば商品でもらえるよね、多分ね。ね。じゃがじゃん。最高のサービスを提供して素晴らしい報酬を手にします。これって多分、なんか、ティアゴのクエストとかクリアしたら多分ドローンもらえるでしょ。ティアゴまでまだ行ってないけど。3とか4でももらえるかもしれないね。うん。まあ、これは、フェラルフォード終わってからにするか。うん。ということで、まあ、オーガはでも強力だったね。さすがにね。うん。あと次回ちょっと、このクロスボウやってみようかな。これね、連射式クロスボウもちょっと興味があるんで、これをやってみて、どの辺までいけるかわかんないけど、これやってみて、で、走行してる間に多分フェラルフォードになるでしょう。拠点も作んなきゃいけないしね。うん。ということで、じゃあ今回この辺にしておきましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などよろしくお願いします。大川さんでございました。またね。